陳カオは中華民国期の政治家で中国国民党内の右派であった。陳カオとその弟の陳達夫は蒋介石と密接な関係にあり、中華民国が大陸にあった時期には蒋介石におもんじられた。国民党内の組織と党務を担当し、日清 CCK と称された。名は外だが一般に字の果て夫で知られる。 父の陳その号は、臨世の家柄である。叔父の陳その美は、侵害革命の功労者で、紹介石とは義兄弟の関係を結んでいた。陳顔は、年少時に、石膏陸軍小学を卒業し、陳その美の影響を受けて中国同盟会に加入し、侵害革命や、第二革命、内縁運動に参加した。1920年に、上海にて、 証券物品交易所を経営し、この株主として、紹介石ら中国国民党員が存在し、大きな利益を上げた。この利益は、孫文の革命事業に提供された。1924年、紹介石が、候補軍艦学校の設立を司さどった際、陳川は、上海にて代わりに、軍用品の購入や、人材募集などを行った。 1926年に、公衆入りし、国民党、第2届中央監察委員に当選し、中央組織部の部長代理となった。1927年4月初国民党内の右派であった、後高志久志、長静江らと共産党弾劾案を提出し、この後の共産党弾圧の準備を行った。1928年に、小介席が、 政権に復帰すると、陳カオは国民政府委員、監察委員副委員長となった。陳カオは国民党内の組織、党務整理及び共産党弾圧の実質的な責任者となったのである。改めて国民党員を審査、登録するのみならず調査組織の設立をはじめ、これは後に反響を専門とする中党となった。1929年に、 中央執行委員、中央組織部副部長となり、国民党中央政治学校を設立した。陳香尾、陳達夫兄弟は、国民党の党務機構を掌握し、当時、小家天下陳家党と呼ばれるに至った。1932年、陳香尾は、同住民委員会副委員長となり、1933年に、チャンス省政府主席を兼ね、 チャンスーとワイガの治水整備事業を担当した。ワイガの治水は後に日中戦争のために低頓した。日中戦争後は中央政治学校教育長となった。チンカオは侵害革命の当時から肺結核を病んでおりしばしば吐血、入院した。日中戦争期間も何度も手術を受けていた。戦後は 政権からの退場をはじめ、1948年12月、台中へと先手って休養した。1951年8月25日、廃病のため台北で死去。陳カオには、子がなく、陳タツオが、自身の長男の陳沢安に、陳カオの家を継がせた。陳カオ、陳タツオ兄弟は、民国の4大家族の一員と言われたが、兄弟が管理したトーで、 彼らが、利私欲を図った証拠は見つかっておらず、まだ複数の妻をめとったり愛人を作ったこともなく、近代中国において、個人的な品性は良好であったと言われている。また、彼らは、近代中国史上、各方面への影響力が、極めて深かった兄弟とされている。ありがとうございます。